Gelb. Nein. Grün. Grün. こんにちは、バーチャルサイエンティストのたまごのルーです。 ALS っていう病気、皆さん聞いたことありますか？体の筋肉が徐々に動かなくなって、最終的には体を一切動かせなくなり、意識だけ保ったまま体に閉じ込められてしまう、閉じ込め症候群に至ってしまう恐ろしい病気です。閉じ込め症候群になってしまったら、口や手はおろか、目線すらも動かせなくなってしまうので、一切他人とのコミュニケーションができません。他人とコミュニケーションを取れないまま、ただ介護されるだけの存在として、一生を孤独に生きることになってしまいかねないと考えると、下手すると死ぬよりも怖いって考える人もいるのではないのでしょうか。しかし、つい先日、脳科学の最新技術を用いることで、この閉じ込め症候群になってしまった患者とコミュニケーションを実際に取ることができたという報告が、有名学術雑誌ネイチャーから発表されました。今日はこの閉じ込め症候群の患者の脳とコンピューターをつなぐ脳科学技術、ブレインマシンインターフェースについて分かりやすく解説しちゃいたいと思います。手も口も体も目線すらも動かせない閉じ込め症候群の患者と、一体どんな方法を使ってコミュニケーションを実現したのかを分かりやすく理解できるようになりますので、ぜひ最後まで見てみてください。ちなみに僕はゲームの中に入り込むフルダイブ技術を実現したいって思って、皆さんに少しでも脳科学に興味を持ってもらえるよう、最新の脳科学や今日から役に立つ心理学のテクニックを分かりやすく発信しています。脳科学や心理学に興味がある、フルダイブを実現したいって思う人は、ぜひチャンネル登録をして最新情報をキャッチしてね。それでは早速、今回の論文を解説していきましょう。今回の論文のポイントは、体だけではなく視線すらも動かせなくなってしまった ALS 患者とのコミュニケーションに成功したという点です。もともと ALS になってしまった患者さんとのコミュニケーション手段の確立っていうのは、ずっと昔から研究されているのですが、そのほとんどは視線の影響を大きく受けるものだったんです。例えば前回の動画で紹介した P300 スペラーや SSVEP というノウハウの特徴を用いた文字入力技術でも、被験者に視覚刺激を与えるということが絶対の条件でした。この脳波から文字入力をするっていう動画、まだ見てない人は先に前回の動画を見てみると、今回紹介する技術のメカニズムも分かりやすいと思いますので、ぜひ概要欄から前回の動画を見てみてください。というわけで、これまで体を全く動かせなくなってしまった ALS 患者とのコミュニケーション手段は、視線を何らかの形で使ったものが主流だったのですが、ALS が進行していくと、最終的には視線の動きすらも動かせなくなってしまうので、現状視線すらも動かせない ALS の患者さんとのコミュニケーション手段は皆無だったんです。そんな時に、今回の研究では脳科学技術を用いることで、実際に視線すらも動かせなくなってしまった患者さんとのコミュニケーションに成功した、まさに閉じ込め症候群の患者さんの生きる希望になる技術なんです。それではこの視線すらも使わず閉じ込め症候群になってしまった患者とのコミュニケーションを確立させた技術の仕組みについて解説していきましょう。今回の技術では、被験者からの反応を脳から直接受け取ることで、体を全く動かせない ALS 患者からの反応を得ることができます。実は ALS で体、筋肉が動かせなくなったとしても、脳の運動に関わる領域は通常通り活動していることがあるんです。その特徴を使って被験者の脳に直接電極を埋め込むことで、閉じ込め症候群の患者さんの反応を確認することができたわけです。今回実際に埋め込んだ電極では、右の指や手首の動きに関連して神経細胞が活動していることが確認できました。コミュニケーションの手段としては、こちらから患者さんに対しては音声で伝え、その回答がはいの時は患者さんの神経細胞が活動し、いいえの時は神経細胞が活動しないという形を取ることで確認ができたわけです。しかも実現したのは Yes、No の2択に答えられるってだけでなく、自由作文も実現したんです。その方法はこう。例えばアルファベットの ABC をグループ1、 DEF をグループ2、 GHI をグループ3とし、 E の文字を入力したいとします。この時、被験者にあなたが入力したいのはグループ1ですかって聞くと、いいえの返答が返ってくるので、
今度は入力したいのはグループ2ですかって聞きます。そうすると入力したい文字 E はグループ2なので、被験者ははいの反応を返すことになります。これができたらあとは同じようにグループ2の文字を1文字ずつ試してみて、どの文字を入力したいのかを特定していくわけです。実際の様子がこちら。Gelb Nein Grün Grün Ja N Nein Es Nein R Nein O O Ja この動画の高い音は神経細胞の活動がある、つまり Yes という反応を示し、低い音は No の反応を示していました。今見たような方法で一文字一文字ゆっくり決定していくわけです。文字の入力速度的には1分あたり約1文字と、健康な人から見ると非常にゆっくりとしたスピードでしか会話することができません。しかしどんなにゆっくりであっても、これまでの閉じ込め症候群の患者が一切のコミュニケーションができないということを考えると、非常に大きな一歩となる研究なんですね。ちなみに自由作文では、頭をまっすぐ置いてほしいという言葉や、手をお腹の上に乗せてくださいといった患者さんの介護に関する情報が多く述べられており、たとえ閉じ込め症候群になったとしても、一方的に介護されるだけではなく、自分の要望を伝えられるっていうのは注目すべきことですよね。また被験者が作成した文章の中には、妻や子供、そして研究者への感謝の言葉や、子供に対して一緒に映画を見ないかという言葉もあったそうです。これらの言葉は閉じ込め症候群となった患者さんはもちろん、その家族も人生の質が大きく向上する可能性があるものであり、それが実現したっていうことは本当に喜ばしいですよね。現状では体も視点も使わない閉じ込め症候群の患者さんの文字入力速度は1分間に1文字程度ですが、今後技術が改良していけば、もっともっと快適に閉じ込め症候群の患者さんとのコミュニケーションが取ることができるようになるかもしれませんね。ということで、今回は体も指も目線すらも動かせなくなってしまう閉じ込め症候群の患者さんとのコミュニケーションを最新の脳科学の成果を用いることで実現したって研究を紹介してみました。コミュニケーションが全くできないのと、ゆっくりとでも可能なのとでは生活の質に雲泥の差があるので、 ALS の患者さんにとってはまさしく希望の光と言える研究でしたね。脳科学技術が発展することで救われる人間がいっぱいいることは間違いないと思うので、これからもどんどん脳科学の分野を応援していきたいですね。今後もこのチャンネルでは最新の脳科学技術や役に立つ心理学の情報を発信していきますので、今日の動画に共感できた人、脳科学心理学に興味がある人はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。